11月3日文化の日、長野県にいます。佐久平で休憩、今日は白馬の方に行きます。今回の積載です。こんな感じで積んでます。冷蔵庫ちゃんと開くんですよ。白菜も切ってきた。楽しみだな。トンネルを越えたら、今見えてませんが山が綺麗で、遠くの山が白いです。ちょっと入っていく。この辺はやっぱりそばなんだな。かわいいよ、このリンゴの乙女っていうの。炎のダブル、確かにすごいわ。サバとさ、サバ味噌とさ、ハンバーグとかさ、欲張りにぴったりだよ。すごい、これトリプルしちゃったで。唐揚げ、ハンバーグ、サバだよ。ここのメニューは魅力的です。朝ごはんは660円だね。うん、すごいすごい。こんなのがありました。お土産のアウトレット、スノーボール300円だって。今日の朝ごはんマウントレーニアです。こんなところでいただきます。振り向いたらめちゃくちゃ綺麗です。息子からの誕生日のプレゼント、パタゴニアのエコバッグかな。エコバッグかな。リクエストしたのね。大きくて便利です。昨日 OK ストアで買ったメンチカツサンドです。魅力的なレストランありました。今度10時までに来てモーニング食べようかな。千曲川が素敵です。頑張ってる人がいるな。Google君に言われた通りに来てみたら、こんな橋を渡る羽目になりました。なかなかいいな。ねえ、面白いよね。千曲市に入ります。今日の第一目的地、七色楓、それに向かっています。天気はどうかなと思っていたんですが、幸い天気も良さそうです。景色が変わりました。超綺麗ねえ。誰も来ないし、これは素敵だわ。いい匂いするよ、この森。綺麗綺麗。誰も来ないしね。村、頑張ってる人がいます。左方向です。今日の最初の目的地、七色カエデ近づいてきました。いやー、ここまで細い山道をくね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 頑張ってきたぞ。この暮らしいんですけど、どうでしょうね。今日の第一目的地、大峰高原の七色大楓です。前を見てみると、これです。頑張ってきた甲斐があったみたいです。まだ間に合いました。あっち方面が白馬方面かな。山が見えてます。ここも綺麗です。何色？いい色。いい色。ぐらいかな。だそうです。ちょっと遅かったかな。ちょっと遅かったかなって。緑じゃないから。ああ、そういう意味か、うん。七色だから。でも怒ってる葉っぱも綺麗だよ。
落ちてる楓も綺麗です。駐車場が無料というのもとても嬉しいです。近くに寄ってみます。1週間ぐらい遅かったって言ってる人がいました。おお、ここの色がすごいな。めっちゃ綺麗です。すごく綺麗。他にも色の綺麗な木があるので見ていきます。あれが綺麗って言ってます。反対側にも来てみました。これはこれで素敵かな。長男の誕生日の頃に来るといいのかな。それより早く来なきゃいけないらしい。ちょっとこっち側の面は行き過ぎたね。ちょっと青空も見えてきた。青空と七色カエデです。お、振ってみる。きれいきれい。遠くに山がきれいです。このアングルも綺麗かな。この木も渋いな。前進も。カート場みたいだ。楽しそうです。いろんなものがあります。焼きソーセージ、焼き芋だ。よし、次へ進もう。ちなみにこんな場所です。キャンプ場もあるみたいです。季節季節でいろんな顔を持ってるようです。お蕎麦を食べに行きます。もう一回来なくっちゃ。完売、残念。じゃあまた来なくっちゃ。お昼食いっぱぐれました。かっこいいマウンテンバイクくっついてます。この自転車キャリア、こんなんでいいんでしょうか。すごいのがあります。長野県で有名なスーパーマーケット鶴屋、今日は池田店で買い物をします。今夜の食材仕入れていきます。パパッと遅昼済ましてきました。デザートはこれ。車で食べて屋上に向かいます。35分頑張るぞ。美味しそうね。キノコのきのこのお焼きです。きのこの焼きいただきます。美味しいね。だし効いてね。だし効いてね。外はこんなです。この先糸魚川白馬ってなってきました。今は大町。今日のキャンプ場、青木湖です。こう曲がっていくんだな。そうそう、こう曲がります。青木湖見えた。あいにくちょっとパラコです。こんな湖です。水深58メートルです。周囲 6.7 キロ、海抜822メートル。夏でも涼しい湖です。今日はここのバンガローです。